展望台90メートル。超チックやね。はい。90メートル。結構深く、奥の方に作ってるね、高いんじゃない？見えるじゃん。創生プラザが立ってる。ああ、本当だ。エアフタワーどこにあるの？ちょうど裏。なんでこれが出てるとき遠くへ。どんどんビルが建ってるね。高層ビルが、観覧車が低くなっちゃった。あの幅の広いのがすすぎの？あれ何？いやだから今奥？高い建物の奥が月の交差点の再開発。クレーンが？あのニッカビンスキーのネオンがある角の超トーチです。すごい正面だ。そこの駅前通りの向こうから大田の線。あ、本当だ。やってるんだ。こっちの方にもあの幅が広い建物が、あれがすすきのの再開発。そうね。あの建物の上にクレーンがある。あ、そうです。なんか奥にあるように見える。いや、上です。そしてそれがたぬき工事のあたりの、その高い建物、たぬき工事の入り口あたり。こっちもタワーマンが、はい、すごいね。街が綺麗やね。札幌は創生川沿いも、そこのなんかテント張ってるところが、あのボタンのなんか創生会場ってやつかもしれない。その左側市場、右側、あ、そう、左側の二条市場。二条市場に来ましたって前行ったよ。梅野さんがなんか酢飯さえあればご飯いらんねって言ってたじゃないですか。冬やったね。お汚れとるの窓。うわ、さっきのクレーンがないビル。これも細いね。そういえば、これから見えなかったのは、あの手前の、
てたんですよ、確実的に。工事中の、はい、このビールは、あ、これさっきのシティタワー900円持ってへん。こっちから見ると変わるんですけど、平面系がちょっと L 型なんです、なんか向きが同じ方向だからか知らないけど、みたいになってるところが札幌ファクトリーのショッピングセンター。あれ、上野さんって前に言ったの、ビール園は、ビール園も札幌方向だと思うんですけど、あれこれビール園ちょっと離れてなかった。離れてますね。このマンションは景色いいね。